はい、こんにちは、しらすかです。今回も動画の再生ボタンを押してくださり感謝しています。ありがとうございます。今回は福袋に関してのお話を聞いていただきたいと思います。私は個人的にですね、昔はそのいわゆる弦を担ぐとか縁起がいいっていうのを全然信じてなかったんですね。そういうその非科学的な目に見えないもので何か商売が繁盛したりビジネスがうまくいくんだったら誰も苦労しないっていうふうに思ってたんですよ。だからどっちかって言ったら論理的な、例えば戦略とかマーケティングとかそういったものがすごく大好きで、そういったものばっかりこう一生懸命勉強してですね、やってたんです。でどっかその弦を担ぐ人とか縁起とかを大事にする人っていうのをちょっと小バカにしてたようなところがあったんですけど、でもそれは実は私の方が間違っていて、やっぱりですね、両方いるんですね。確かに目に見える戦略とか、マーケティングとかそういったものもいるんですよ。もちろんいるんですけれども、それだけでうまくいくほどちょっとこの宇宙っていうのは単純じゃないっていうか、やっぱ両方いるんですね。その目に見える左脳的な部分、論理的な部分と右脳的なちょっと目に見えないこのスピリチュアル的な部分っていうのが両方いるんですね。そうした時にやっぱこの縁起がいいとか弦を担ぐっていうことは決してバカにできない、むしろ大事に大事にやっていった方がいいものだっていうふうに今は腑に落ちています。で、なんで気づけたかっていうと、簡単にお金持ちになってる人たちって実はたくさんいるんだなっていうことを知ったんですね。いわゆる本当に簡単にお金持ちになっちゃった人、億万長者になっちゃった人たちっていうのがたくさんいるんですよ。で、調べていただければわかると思うんですけど、本当にたくさんいるんですね、実際は。で、例えばですね、一つだけ例を挙げると、例えば宝くじを買いましたと。で、1億円当たりましたと。で、その1億円当たった懸賞金を使って商売始めましたと。そしたら商売始めたらそれが縁起がいい店だっていうことでお客さんがたくさん来て大繁盛しましたみたいな、もうその宝くじ当たってお店開いたら大繁盛みたいな、もう何の苦労もしてなく、人生がすごいうまくいってる人たちって実はたくさんいるんですよね。で、そういうのを見た時に、あ、なるほどって思ったわけです。つまりお金儲けが難しいというふうに信じてる人は本当にお金儲けが難しい人生になるんですよね。お金を稼ぐのは大変だって思ってる人は本当にお金を稼ぐのは大変だっていう人生になるわけです。なぜならそういうふうに本人が信じてるからですよね。で、そういう簡単にお金持ちになっている人たちっていうのは何の根拠もなくお金を稼ぐのは簡単だとかお金持ちになるのは楽勝だっていうふうに信じてるんですよ。で、どういう感覚かっていうと、その足が速い人、走るのが速い人が走るのが簡単だと思ってるのと同じなんです。走ることが簡単だと思ってる人と難しいと思ってる人がいるんですけど、走ることができる人っていうのは走るのは簡単だと思ってるんですよね。で、勉強ができる人っていうのは勉強が簡単だと思ってるんですよ。で、それと同じで、お金稼ぎっていうのもお金儲けっていうのもそれを簡単だと思ってる人は本当に簡単に稼げちゃうし簡単に儲かっちゃうんですね。お金持ちになれちゃう。だからお金儲けイコール難しいっていうのはあくまでもその人の信念であって事実じゃないんですよね。お金儲けイコール簡単って思ってる人にとってはそれが信念になって現実化していくということなんです。だからそれをが分かった時に、あ、こういうこと、いわゆる弦を担ぐとか縁起がいいものっていうのはとりあえずこうみんながいいと思うものだったらやってみようっていうことですごくこうノリが良くなったんですね。で、福袋を買うと、1月1日に福袋を買うと気分がいいんですよ。なんか今年も福がやってきたみたいな感じで、なんか今年もいい1年になりそうだなって、いい1年になるなっていうふうに思うと、本当にですね、その1年っていうのが良くなっていくんですね。これは本当不思議なんですけど、今年はいい年になるなっていうふうにこう信じることができると、本当にいい年になるっていうのを体験できたので、私たちにとっては、その年越しそばを12月31日に食べたら、次の日1月1日は福袋を買うっていうのはもう一つの年中行事になってるんですね。あんまり考えない。もうとりあえず元旦だから福袋買おうっていうような感じなんです。で、今年もうちに福がやってきたから、今年もいい1年になるなっていうような感じで始めると、本当に1年がいい年になるという感じなんです。だから確かに小難しいその戦略とかマーケティングとかっていうのも大事だと思うんですけど、意外とこういうその、
簡単なシンプルなそのスピリチュアル的な目に見えないものをとりあえずいい、みんながいいっていうものだからいい、うちもやってみようっていう、そういうノリの良さみたいなのっていうのはすごく私は個人的に大事だと思いますし、やはり両方やるべきだと思うんですね。そして今年はいい1年になるなと思ったら本当にいい1年になるというふうに、まあ、信じるってことがすごく大事で、そのためにはいい気分、あのワクワクしていたり楽しい気分だったりリラックスしていたりっていういい気分っていうのはすごく大事だと思いますので、ぜひあなたなりにですね、縁起を良くする方法とか弦を担ぐ方法っていうのを見つけてですね、まあ、それはあんまり期待せずにですね、まあ、うちに福がやってきたから今年はいい1年になるなぐらいの感じで、あのやってもらったら多分人生っていうのは変わっていくだろうというふうに思います。なので私たちにとってはこの福袋を買うっていうのは本当にあのいい思い出しかないので、あ福袋を買って、あ今年なんとなくいい1年になりそうだなって思ったら本当にいい1年になったっていうのからを体験してから毎年、福袋は買ってるので、あのこれはもうずっと続けていきたいなっていうふうに思っています。まあ、あなたはあなたなりのですね、あの弦を担ぐ方法っていうのを見つけてですね、あの気分とか雰囲気とか、そういったのを大事に しながら、あなたから出すその雰囲気とか波動っていうのが良くなっていくと、人生っていうのは良くなっていくということを、今回はお伝えできたらなというふうに思います。はい、それでは今回は福袋のお話を聞いていただきました。今回の音声をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。あなたに全ての良きことが雪崩のごとく起きます。白坂慎太郎でした。それではまた。